よろしいですか？それでは参りましょう。作品名は vrfps です。ではお願いしますあ。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介の方をさせていただきます。西武石商店学院中学校高等学校の高校3年生の伊藤聡子です。えっ、ー、と箕面市にあ大阪府の箕面市にある女子校になります。 えと全くパソコンとは関係ないんですけれども自然科学部と文芸部に所属していますプログラミングは去年の4月に始めてだいたい1年半ちょっとぐらいです早速私が作ったゲーム VRFPS の方の説明に入らせていただきますタイトルのままなんですけれども VR 技術を用いたプレイヤー視点のシューティングゲームになっています 今回、目標としまして、まず1つ目、リアルでゲームの世界に入っている、入り込んでいるようなゲームであることと、操作が簡単で誰でも楽しむことができるゲームをに気をつけて作りましたで、えっと。VR なんですけれども、ちょっとわからない方がいたらと思って説明を書きました。バーチャルリアリアティの略です 日本語では仮想現実と訳されるんですけれども聞いたことがある方は多いと思いますで簡単に言いますとコンピューターによって人工的に作られた環境や空間を現実のように感じさせるという技術です、えっと、つい数週間前に、えっと、ゲームが完成してからなんですけれども私の学校の中学生高校生のほぼ全員の272名に こういういいにににプレイ中に今ままで感じたたここととがあることについてアンケートを取りしちらの方で説明させていただくんですけれどもこちらの感触系の方が否定的な意見でこちらの男色の方が肯定的な意見というふうに分けていますで、えー、と見ていただいたらわかちょっと文字が小さいんですけどもこ,のこちら内容が面白いというものが最も票数が多かったのですが私が注目していただきたいのはこちらではなく こちら操作が簡単というふうに考えている人と操作が難しいというふうに考えている人がほぼ同数いるということですでさらに肯定的な意見と否定的な意見の2つに大まかに分けましたするとなんと全体の約4割が否定的な意見今までちょっとゲームに不満を持った あえー、と設定とかいろいろを入れたとしても不満にも思ったことがあるという人がかなり多いというふうに分かりましたで、えー、とそして、えー、と私のゲームなんですけれどもオキラスリフトを使用していますこちらのオキラスリフトを使うことでよりゲームの操作が簡単かつ分かりやすくなっていると思います、えー、とそれで、えー、と私が実際に少しプレイした もものの動画を流したいんですけれども実際にオキラスリフトを装着してプレイするものと少し違っていまして、えっと、パソコンの画面のキャプチャーな,、えっと、なのでちょっとかなり酔いやすくなっています乗り物酔いしやすい方や体調不良の方はあまり見ないことをお勧めします酔いやすいので。 えっとこういうふうな操作画面になっていますスコア HP あとレーダーあと残り時間そして真ん中が照準になっていますエネミーに弾が当たると血のエフェクトが発生して当たったということが分かりやすくなっていますそしてえっとエネミーに与えられると HP が1減りますちょっと小さくて分かりにくいですけれども でそして、えーと、ちょっと今向かっているところなんですけれどもここにハートが浮かんでるんですけれどもこれを打つと HP が1回復します。 でえー、と私のゲームの特徴なんですけれども3つありますまず1つ目、えー、と先ほど紹介したオキュラスリフトとあと x b o x One のコントローラーの2つを使いますで、えー、とオキュラスリフトの方で照準を合わせて x b o x One のコントローラーで発砲しますそして2つ目、えー、と VR を VR 技術を使っているのでまあ当然といえば当然なんですけれどもゲームの世界がリアルです VR 酔いの対策をかなりしまして標、標準をまず大きめにしています。その他、ちょっと説明はかなり多くなってしまうので、省かせていただきます。そして3つ目、HP の表示を数字ではなくハートにしています。かなり多くのゲームでこういうふうに画像で表示していると思うんですけれども、あこういうふうになっています。けども視覚的に 一瞬パッと見るだけでも自分がどのぐらい危ない状態なのかっていうのを分かるようにしていますそして最後まともになるんですけれどもまず1つ目ゲー,ムがリアルゲームの世界がリアルかつ VR 用意対策済み2つ目操作が簡単で誰でも楽しめるゲームとなっていますあ、えっと後でブース発表もするんですけれども12時25分から 13時15分発表しますとゲームのプレイもしていただけますしあとゲーム説明書のデータもいつでも配布できるようになっていますので USB 等をお持ちの方ぜひ興味がある方はお声掛けくださいありがとうございましたありがとうございましたそれでは質疑応答の時間に移らせていただきます質問のある方は挙手をお願いいたします えとあの面白いあの発表どうもありがとうございました。今開発しているあのソフトウェアの言語はなどういうい言語でれてますか C シャープを使っています,います。それでまあオクラス使ったり XOBOX1 のコントロールを使ったりとかまあしてそれでまあ1年半でまああの開発経験が1年半でまあここまでできたっていうことなので。 あの、ちょっと、あの、非常に驚いてるんですけれども、まあ、家に、あの、会社に帰りましたら。はい、まあ、これぐらいの、人材が、いるんだで、なかなか、うちの社員でも、一年半経っても、ここまでできると。いう社員、いないので,ですね。<laughs> え、まあ、いい収穫、あの、取らせていただきました。なんか、あの、難しいなと思った、あの、点っていうのを2、二三、あのお聞かせ願いたいなと思います。はい、えー、っと、オキラスリフトの動作の方なんですけれども。えー、っと、もともと、オキラス社の方のホームページにありました。えっと。 OVR プレイヤーコントローラーというものを使わせていただいているんですけれどもそれが x b o x One の方とも連動していましてもう不要な x b o x One の方の動作の部分のプログラムを探して消去して書き換えるというのが一番大変でした。はいいいどうううもあありりががととごござざまましたす、はい 他に質問のある方はいらっしゃいませんか。あの私の方もですね、本当にあの一年半のプログラミング軽減でここまでやられるのかと非常にあの本当にびっくりしましたね。 であの部活の方で聞きたいんですけれども、はいはい、文芸部にいらっしゃるっていうことですよね。はい。はい、その文芸部にいらっしゃったその経験がこのソフトウェアの中にどういう形でこう現れているのか、<laughs> そういった点を教えていただけると、私もあの私ども社員にですね、まあ本読めとかですね、<laughs> まいろんなことをこう言えるんじゃないかなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。部活の活動内容に直接まって 的な関係は全くないんですけれども、部員にゲーム好きが多くてですね、なので、特に何度もプレイしてもらって、こういうところを直した方がいいよとか、いろいろアドバイスをもらったりだとか、あと世界観の方に関しては、かなりそういう部員であったりの意見も取り入れたところはありますあすいますすせんありがとうございます。 ではこのあたりで質疑応答の時間を区切らせていただきます。以上で伊藤聡子さんの発表を終わります。ありがとうございました。